プチプチネタ8、今日はG メジャーと E マイナーの、ペンタトニックスケールを、解説します。まずスケールポジションを覚えてください。使う指は中指と薬指です。3フレット薬指、2フレット中指、2フレットと3フレットしか使いません。で、下から1、2、6弦は薬指で3フレット押さえます。中指は5、4、3は中指、ここ中指ね。6弦と2弦、1弦は薬指。持っていきますよ。それを覚えて何なんねんって思う人おるかもしれないですけども、とにかく覚えてください。これはものすごく役に立ちます。とにかく丸暗記してください。で、これはミミソミソラシレミソラシレミソラシレ、ここまでこれも合うんですけど、とにかく今はここまで3フレットまでが1セットと思って覚えてください。弾き語りの時ここら辺をこんなしすることないでしょ。でどう合うかって言ったら、例えば Gでも合うでしょ。違和感ないと思うんですよ。ただ合うけども、ただ合ってるだけ。あのリズム感とかスピード感が全くないんです。で、どうちょっとリードっぽくしようとしたらどうしたらいいかって言ったら、ハンマリングを使います。今のポジションでハンマリング、逆は今度は、高いところから低音源に移るときには、プリングオフ使います。プリングオフっていうのは弾いてから弾く、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 弾いてから。プリングオフは叩く。5分に収まらなかったので、続くにします。続く。